陳は、新末民発の軍人政治家。遠征外の下で、四川省の将軍として、中国西南部の軍政に関与した。原名は、広室誓う。字は洋彩。語は二安。なお、陳学との表記は誤りである。新末に開始に合格し、中書として採用された。1897年、湖北省武尾学堂に入学し、卒業後は、北京で。 武衛前軍艦隊に任命された。1903年、四川総督鈴代から、パンに任命される。新軍を訓練し、常備軍 6A、工作兵 1A を組織した。当初32年、四川新軍第33根聖郷、東領県四川部備学道改弁に任命された。同年、陸軍小学が設置されると、陳はこの改弁も兼任している。 1907年、雲貴総督に移動した鈴良に、陳も随行し、雲南新軍協、東剣雲南陸軍工部道道長を務めた。1909年2月、鈴良が東三省総督に移動すると、やはり、陳もこれに随行し、法天徳連公所葬参議に任命された。1910年、東北新軍、第20陳党政官として、 法典に駐留している。1911年にはドイツへ軍事留学した。侵害革命後、帰国したチンは、鈴陵の推薦で、遠征外に任用された。1912年、北京政府参謀部参謀次長に抜擢された。しかも、実際には、参謀総長代理として参謀部の実権を掌握し、後に、陸軍中将の位を授与された。 1914年5月、縁が陸海軍大元水統率弁事所を設置すると、陳もこの構成員となる。主に西南部の軍事問題について研究し、意見を法定した。1915年2月、陳は武士将軍県海弁士戦軍務に任命され、三個旅を引いて、死選入りした。5月21日、死選順安士を兼任する。 6月22日、処理支線中に暗示、聖武将軍健康特立支線軍務に特任された。チンは、遠政外の権威を支線に及ぼすために、国民党や共和党、新歩党などの政党や川軍の勢力を排除した。さらに、同年11月以降は、遠の皇帝即位を後押しし、支線省の代表による訂正指示を打ち出している。ただ、 その一方で、陳は、雲南のサイツバとも密かに通じていた。サイツバらが、五国戦争を発動すると、長江上、郵送事例倉庫に率いる、北洋軍本隊とは異なり、積極的な討伐には動かなかった。そして、遠征外が1916年3月22日に、皇帝即位を取り消し、四川省内でも、半栄の世論が、圧倒的となる。 ついに5月22日に、陳も、四川の独立を宣言した。縁は、四川軍第一支支長、周春を、公認の四川将軍に任命し、周春は、生徒の陳を攻撃した。6月6日、袁世外が死去し、翌7日に、霊元広氏が総統を継ぐと、8日に、陳は、独立を取り消した。24日、霊源広氏は、三津葉を、 ただしり死仙軍無検書民政庁とし、陳と、周春は揃って、北京へ召喚された。これ以後、陳は、軍事、政治いずれの面でも、実質的な力量を喪失したのである。国民政府時代になると、陳は、完全に政界から引退し、北平で、文化人としての生活を送ることになった。日中戦争勃発後、 1937年に、新日の中華民国臨時政府が北平に、成立すると、陳も、同政府に招聘されたが、これを拒絶した。1939年1月30日に、ご配布が、和平休国宣言を発表した際には、陳も、和平休国会連盟の構成員として、同宣言に連署している。ただし、陳が連署に至るまでの経緯や、 活動の具体性については不詳である。同年10月24日、北平で死去。去年70。ありがとうございます。